こんにちは、シュです。今回はですね、クラウドを使って闘技場3行きたいなと思います。じゃあ挑戦します。これ前回ね、クラウドシステムで闘技場1やってみたんですよね。そしたらかなりスムーズにいけたんで、まあ、3もいけるんじゃないかなってことで、今回やっていきます。よしよしよし。ほんとね、めちゃめちゃスムーズにいけるんだよね。うわー、こいつか。一応列でも消しとこう。このパーティーね、列でもかなりいい火力出るんですよね。クラウドが列2つ持ってて、2way も2つ持ってるんで、まあ、どっちでもいけるみたいな感じかな。列でも 2way でも。で、ここはイルム使って抜こう。若干火多いかな。ここしよう。2way にして。あ、いいね。ああ、いいですね。これ多分落ち込んないと今抜いてなかった気がする。オッケーオッケー。で、闇は消さないようにして。うわあ。いや、いけんじゃないかな。よしよしよし。これはね、悪魔キラーがクラウド持ってるんで、割と簡単に。あ、こいつは悪魔キラー刺さんのかな？お、刺さるね。で、次ね、玉ドラなんだけど、連動にバインド来ちゃうと正直結構きつい。リーダーならね、覚醒バッチで無効になってるんですけど、一体か。よーしよしよし。あー、繋がっちゃった。うん、でもここはね、ポリックスの神キラーでいい感じに。あ、でもみんな普通に超えてるね、60万。うわ、割合か。割合きついんですよね。で、次、先制もあった気がすんな。なんでちょっとここ運ゲーだな。確かヘルがね、先制持ってたんだよ。なんでヘル来ちゃうと負けちゃう。何来る？よし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 。オッケー、ハーデス助かった。ほんと割合にね、このパーティーめっちゃ弱いからそこはどうしようもない。アマテラス入れるって手もあるんだけど、私アマテラス持ってないんですよね。なんだけど、感知の光は一応セレスいるんで継承させれるんだけど、ちょっとこのパーティーね、抜くところがないんだよね。意外とバランスいいんですよ。まあ、バランスいいって言って。割合には弱いんだけど、本当に抜くのがないんだよね、抜くところが。で、しっかり回復したい。で、プレドラなんですけど、プレドラはわ、いいね、めっちゃ回復きた。アポカリに普通のダイヤモンド継承させてるんで、イルムからの。ダイヤモンドを使って抜きます。いいね。こんだけ回復あると結構いい感じに回復できるんじゃないかな。うわあ、いいね。回復落ち込むまで来てくれた。お、闇属性出た。うわあ、しかも光が多い接待だな。これは余裕の貫通ですね。で、次なんだけど、ゼヘラ来ちゃうとかなりきつい。ソニアグランだと割と余裕なんだけど。くそー。くそー。で、ここ今、パセット効いてるんですよね。なんで、スキル使わないでどれぐらいやれるのか見てみたい。さすがに半分はいかないかな。半分いけ。いかないか。まあまあまあ、オッケー。
これクラウド使っちゃうとワンパンっていうかやっちゃうよね。これ1コンボとかにしたいんだけど、コンボ吸収があるんですよ。で、一回クラウド使わないでスキルなしで殴ってみよう。いやさすがに、ああそうか、今コンボ吸収忘れてたな。半分いかないかな。いった。で、ギガグラ来んなよ。よしよしよし、こいつね、割合もやってくるから本当に厄介なんですよ。で、こっちかな、こっち使って、何コンボだ ?5 コンボか。まあ、5コンボならいけんじゃないかな。オッケー、ギリギリ5コンボ。危ねえ。下手だなー。よしよし。いや、ソニアグランならね、全然こんな苦労しなくていいんだけど。あ、これさ、次ソティス出た時のために火力見てこうか。極激し1コンボで。あ、いいね。これでかなりいい感じにソティス次出ても削れる。で、ここは倒しに行こう。できるかなこれで。2ウェイ1個しかないけど。おー、ギリギリ。誰だ?アポカリか、イルムが抜いてた。あ、出なかったね。ポルックスのリーダースキル、確か強化ドロップ5個消しでどうのこうのだけど、強化ドロップないから、しょうがない。リーダー変わるまで待とう。ただね、この子割合やってくるんだよね。ただやってこないパターンもあるんで、それちょっと祈るしかないな。この次だね。この次が何来るかランダムなんですよ。頼むから割合やってくんな。何来る?よしよしよし。でも暗闇か。ここに火があったはず。ちょっと難しいな。いいんじゃない?オッケー。いや、次も割合の敵がいたはず。うわぁ、くそぅ、きついぜ。いいね、しっかり回復しよう。しっかり回復して。まあまあまあ、いや、本当に全然回復しないな。で、ここでこれ使って。で、次何出るかでだいぶ変わっちゃうな。あぶね、今削り損ねるとこだった。あ!光多め。結構いい陣だね。いや、完璧。これで倒せないと正直もう無理だ。落ち込んでもないのか。よしよし。で、次のグリザルなんですけど、グリザルはね、このクラウドの悪魔キラー刺さって割と簡単にいけますね。やべ、もっとドロップミスってんな。で、ビシュヌ出たら倒せんのかな。頼む、ビッシュ以外でお願いします。芝も嫌だけど、よしよし、めっちゃいいの来た。神。で、ここで一回毒処理しよう、こうして。あ、回復取っとこう。この子はね、クラウドの悪魔キラー刺さるんで、かなり簡単に削れます。いや、これ勝てるな。マジで。よし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 。いいんじゃないでしょうか。レイル6くんなよ。リファイブもくんなよ。あいつらほんと極悪だからな。
よーし、こいつは決まった行動だからありがたい。できればここで倒すのがベスト。でもちょっと火力的に厳しいんじゃないかなとは思う。落ち込んでなんか乗れ。なんも乗んない。なんか乗れ、なんも乗んない。だよね、厳しいよね。ただ次、バインドではなかった気がする。そうだね。で、ここでしっかり行こう。で、次ね、ベルゼブブ出てほしい。なぜならポルックスで花火ができるから。やべ、ちょっとミスった。でもいけるんじゃないかな？光のあれ入ったから。よし！ベルゼブブ来い！イエーイ！ざまみろ、バーカー。で、なんなら勝てるんだ。なんか来い。なんか来い！ほん！うお！待って、これ、チャンスありだな。チャンスあり。危ねえ！これ使って。いや、待って、勝てんじゃないかな、これ。ヘラドラは戦い慣れてる。水着見るだと。ごこげし、5-3で消そう。2way入れないで。5-3で。5-3で火力見てて、誰見ればいいの？いや、誰か吸収されてんな。神キラーか。神キラー吸収されてんのか。神キラーで。なんで、5でいいのかな。一回列でや、いや、そういうのいらないな。列とかいらない。神キラーか。そうか。あれ？神キラー？あ、こいつか！フォルックスの神キラーが刺さってんのか。5-3？ 難しいな、これ。完璧な調整できれば全然倒せると思うんだよ。一回5こげし1コンボとかでもやって、5-3だけにしてみる。あー、なるほど。あ、やべ、次死ぬ。次死ぬ。いや、これで吸収されちゃうんだもんね。いや、きつい。今ので吸収か。いや、これポリックスいなかったらワンチャンあったのかな。いやー、くわー、負けたー。じゃあねー、バイバーイ。